こんにちは今回のメンバーシップ情報はねあのちょっとこう鬱になってしまって仕事ができずにそれでも奥さんとお子さんがいてお子さんが学校に通ってるっていう方からの相談事でしたでまあ聞きたいこととか解決したいことっていうのはあの精神障害手帳を持っていてねで障害年金っていうのも2級になってるんだけどもまあいわゆる無職で住民税非課税世帯なわけですよ うん、でもやっぱりなかなかねこれからのことを考えると奥さんとか子供のことを考えると今の所得だととてもじゃないけどこれからね40代を抜けて50代60代になっていく時に本当に不安でしょうがないこれじゃうつが抜けられないよってことなんでなんとか所得を増やす方法はないですかっていうふうなご質問なんですよね。それにつついいてて私2つのアドバイスをさせたただきました、まあ、ですんでほとんどの方には関係ない話かもしれませんけども。 こういうね、解決方法を知っておくことによって、これから出会ういろんな困った方を助けれると思うんですよ。ですんで、よろしかったら、メンバーシップに入っていただいて、私なりのね、回答を皆様の頭にちょっとダウンロードしていただければと思いますんで、今回はね、皆さんが儲かる方法ではありませんけども、お情報の一つとして、ちょっとね、月額390円のメンバーシップになりますけどもお、入っていただければなと思っております。もちろん、メンバーシップになると、過去の 儲かる話もね、ザクザク掘り起こすことができますんで、損はないと思います。そして、あこれダメだな、違ったなと思ったら、1ヶ月で390円損切りしてね、えー、メンバーシップ離脱していただいても結構ですから、そういった形でご利用いただければと思いますす今回は以上ですありがとうございます。